Hey guys, welcome and welcome back to my channel. 今日はね、今まあ10時前なんですけれども、シティの方に行ってアウトレットにね連れて行ってくれるということなので、アウトレットに行ってきたいと思います。昨日はねマジで何にもしなかったから、あんまりいい動画が撮れなかったんですけど、今日はねちょっとおしゃれもしてるので動画撮っていきたいと思います。 Let's get on to the video. どうですか？ちょっとビーチな感じだけどめっちゃ可愛いです、うん、青かなってめったに持ってないからね、可愛いかもしれない。トレットに着いたのでまずはお昼ご飯を食べます。何？オーストラリアの有名なパジャマ屋さんみたいです。これなんかいつもは高いらしいんだけど、アウトレットでセールやってて、なんかまあ日本でいうジェラピケみたいな感じだって。なんか天井が開いててめっちゃ開放的なアウトレットでした。アウトレットから帰ってきたんですけども、今エレンが今から学校の方でね、バスケのコーチをしてるんだけど、そのトライアウトがあるらしいので学校の方に行くのね。私はカフェでちょっと勉強したいと思いますので行きます。私が昔通ってた、ハイスクールだったんですけど、もうすごい変わっちゃいました。 It's all changed. Redlands. すごいね、めっちゃいい子でした。私はレッドランズにいた時全然思い出せなくて、今どこにいるのかもマジで分かんないんだけど、あ、ここにね、バスケットボールコートがあって、ここ確かヒストリーの、あ、違うクリスチャンスタディ、なんかキリスト教の勉強する教室があった気がします。ここにすごいリニューアルしててね、全然違う。ペンがコーチをしてる間に私はちょっと勉強しに行くのでカフェを探します。チャイティーが来ました。いっぱいネイルが溜まってるのでそれを見て YouTube の編集したいと思います。ね、知らなかったんだけど3時に閉まっちゃうみたいだったので30分ぐらいしか入れなくて違うカフェを探します。今日も YouTube を編集終わらせたので今からエレンにピックアップしてもらってお家に一旦帰ります。レッドランズの子供たちが学校終わりなのでいます。懐かしすぎる、制服がちょっと変わってる。でも今日は日本のレストランから日本食を頼みました。エレンの家族が日本食好きなので今日はチキンカツ弁当です。久しぶりの日本食。はい、ということで今日も一日お疲れ様です。明日は、朝からお土産を買いに行って、その後に、パーティーがあるので準備をしたいと思います。 I'll see you guys in a